伝園校協楽はフランスのローベル文学賞受賞者アンドレジットの小説1919 19年発表盲目の少女を熱演する原節子1910年から1918年にかけてジットは困難な状況にあったそれは自身の信仰の危機と夫婦間の危機であったプロテスタントであったジットの周りにいた弟子や友人がカトリックに改宗し ジットにも回収を迫ることがあった。時代は第一次世界大戦のさなか、ジットは難民救済に従事し、改めてキリストの福音に心の拠り所を見出そうとした。彼がたどり着いたのは、私はかつては立法とか変わりなく生きていました。しかし、起き手が登場した時、罪が生き返って私が死にました。というパウロの言葉であった。さらにジットは、 マルク・アレグレという青年との同性愛関係によって、夫婦関係が破綻寸前であった。ジットの頭に、盲人というタイトルが浮かんだ。それはマタイによる、福音書15時14分にあるイエスの、盲人が、盲人の道案内をすれば、二人とも穴に落ちてしまう、という言葉をモチーフにした作品だった。身寄りもなく、無知で、盲目だったジェルトリュードを、 牧師は純粋な慈悲の心から引き取ったつもりだったが、やがて牧師と牧師の妻と息子、ジェルトリュードをめぐって、愛憎劇が展開される。数年後、彼女は真実を知りたいという切な願いを牧師に訴えて、視力回復手術を受けたが、視力を得た彼女は現実を見てしまった。ジェルトリュードは、見えなかったのであれば、罪はなかったであろうというイエスの言葉を噛みしめる。 ありがとうございます。